きっと今日お父さんは世界チャンピオンになるよ。伊達さん、今日の試合、あの世界のてっぺんで待ってるぜ。追いかけて追いかけて、いつか僕もずっと僕の目標でいてください。伊達さん、ずいぶん長かったな。拾い食いでもしたんだろ。おお、燃えてきたぜ。頼むぞ、伊達さん。皆様お待たせしました。ただいまから両選手の入場です。青コーナーより挑戦者伊達英二選手の入場です。7年の歳月を経て世界戦のリングに帰ってきました。栄光への道を歩ん、今リングに立ちました。リカルド・マルチネス。生きながらにして神話、王座に君臨すること2年と10ヶ月、メキシコからやってきたスーパーチャンプリカルド・マルチネス、日本のリングに初見座。リング上の伊達さんはどんな気持ちなんだ。なんて涼しい目をしてやがる。7年か、長かったか短かったかなんて。ただいまより WBA 世界フェザー級チャンピオン、マルチネス。 WBA 世界フェザー級1位、エイジー。さあ、両雄が各コーナーに分かれました。ゴングまであとわずか。願わくばボクシングの素晴らしさを教えてやってほしいもん。いいか、相手の出方をじっくり見るんだ。しかし挨拶はしなきゃな。派手な挨拶をな。挑戦者出た。左。さあ始まりました。 WBA 世界フェザー級タイトルマッチ。左。もう一つ左。チャンピオンのグラブを弾いて入った。オープニングヒットは挑戦者だ。どんなフェイントをかけても僕のパンチは当たらなかったのに。ケチなフェイントなんざ通用しねえのさ。荒っぽい立ち上がりを選んだもんだぜ。伊達が出た。チャンピオンにリズムを刻ませない。リズムに乗った時は一方的に試合を運ぶ。7年前に思い知ってるからな。まるで一歩張りのファイタースタイルじゃねえか。それじゃああれはねじ伏せるボクシング。おっさんの全盛期のスタイルだ。お前のペースだ。行け。チャンピオンもさすがにバカず踏んでやがる。視線が恐ろしく冷ややかだ。チャンピオンは冷静さを失っていない。これが怖い。やべえ、狙い撃ちにされる。チャンピオン左。あの左はあそこから伸びる。スウェーちゃん避けきれない。挑戦者ロープ際からノーダメージで出した。お前との試合でも見せた首ひねりだ。首ひねりもこの時のため。今までの試合も全部世界戦のための練習試合だったのかもしれねえ。さあ再びリング中央で両者が睨み、今度はチャンピオンから打って出た。挑戦者も返す。伊達さんだから当たり前に感じるけど、世界チャンピオンと互角に渡り合ってんだからよ。僕とのスパーでは一度も出さなかったけど、左が互角なら両者の左が交錯。かすかに顔が跳ね上がる。うっと、ここでガンガン。途端に観客席から吹き出すため息。12ラウンドやったらこっちが持たねえ。しょっぱな左のクリーンヒットがあったからな。2ラウンド目は間違いなく荒れるぜ。大砲を打つ準備はできてるってことだ。お互いのタイミングも分かってきたみたいですからね。バッチリ挨拶は済んだようだな。まだたっぷりと温存してると見たね。おやっさんの方じゃねえのかい。前回やられたのは2ラウンド、つまり次の回だ。まずはその影を拭い去ってくるぜ。以前よりさすがにレベルアップしているね。力関係は何も変わってはいない。次のラウンドで一体どのような方向へと進むのか。黙っちまう気持ちもわかるぜ。それはおっさんが世界に近づいた証だ。不吉な予感を誰よりも感じてるのはお前自身だが、忌まわしい過去は自分で断ち切るしかねえんだ。いきなり右だと振りがでけえよ。そんなパンチ誰がもらうか。チャンピオンいきなり右。目標の遥か後方まで打ち抜くパンチだ。鳥肌が立ってきやがった。チャンピオン肩でフェイントをかけて前に出る。挑戦者交代。威嚇だけでロープに追い詰めた。昔思い出して体が前に出るのをためらっている。挑戦者出た。だがチャンピオンの反応が早い。やった。5秒ひねっていなしている。やった。これは脱出ルートを呼んでいた。行く手を阻むようにコーナーへ追いつく。コーナーはやべえ。逃げてくれ伊達さん。脱出方法がない。これは世界戦だ。下への攻撃は誘いだ。その証に派手に打っているが質は軽い。俺のガードを下げさせて留守中の顔面を狙ってやがるんだ。たまらず挑戦者のガードが下がった。挑戦者のカウンター。逆にカウンターでもらってしまった。挑戦者前のめりに崩れ落ちろ。逆にカウンターでもらってしまった挑戦者前のめりに崩れ落ちろ。挑戦者のワンツー、綺麗にチャンピオンの顔面を捉えた。挑戦者必死に打ち返さ。一直線に矢が放たれた。十分な感触だ。あれを耐えるというのか。信じがたいか。
君は7年の間に。だがそれならば説明がつく。やっとレフェリーが割って入った。第2ラウンド終了。乗り切ったぜ。前回とは一味違うんだ。ああ、もちろんだ。俺は7年前の自分を超えた。あの右は私のベストショットだった。それを受けてなお打ち返してくるとは。君に匹敵するパンチャーと戦った経験がねえ。少々甘く見ていたのは認めよう。それにももう飽きた。かつての自分に戻るのも悪くない。2ラウンド目乗り切りましたよ、高原さん。世界に近づいたって証明っすよね。でも打ち返してくるとなれば、伊達さんは俺らの代表だぜ。こっからベルト一直線よ。さあ大歓声の中、第3ラウンドのゴング。なんとチャンピオンがいきなり立てるんだ。挑戦者青コーナーに駆けつけ。打ち返そうにもさっきまでとタイミングが違うんだよ。部活にガードを外せねえ。あ、花村さん、精密機械みたいな印象だった。だがどうだ、こっちのスタイルがリカルド・マルチネスの本当の顔だ。時にはリングを血に染める野蛮さが必要なのさ。サイエンスとバイオレンスが融合したこの姿こそが。チャンピオンガードの上からお構いなし。挑戦者ジリインコ、とことん噛み合ってやるよ。彼はこの程度では倒れない。それだけの断固たる決意でこの試合に臨んでいるのだ。精神を断つ一撃のみ。なんという精神力。あれでもまだ意識を保っていられるのか。見とどまっちゃいるけど、一方的に殴られてるだけじゃね。全然応酬じゃないですよ。一方的じゃないっすか。見たまんまそれほど差があるんだよ。試合では波の世界じゃなかったってことだ。はっきり言って桁が違う。暗雲立ち込める両国国技館。当選者ただただしのぐ苦しい展開。世界の壁はやはり熱いのか。体を休めることに専念しろ。次が9ラウンドだ。ようやく後半戦か。まあいい、あばらを 2,3 本持ってかれただけさ。そうなる前に俺はこいつを投げるからな。ここからが俺の世界取りさ。ビル、私のパンチはいくつ当たった。それほど私はパンチを繰り出した。それとも君への復讐心なのか。あの目には絶望の色はない。一体何が彼を支えているのだ。お前の気持ちはわかるけどよ。あります、魔法のパンチなら。え、そうか。コークスクリューブローで心臓をピンポイントで打ち抜くことで、まさに魔法のパンチ。ええ、伊達さんもきっとそれにかけてるんだと思います。魔法のパンチ、ハートブレイクショットを打つチャンスを。これ以上もらったらハートブレイクショットどころじゃない。ここへ来て大砲が炸裂。首をひねって間一髪でな。チャンピオンバランスを崩した。よっと、だがこれは押し付けただけのパンチだ。心臓がガラキ。完璧なシナリオだ。よっと、だがこれは押し付けただけのパンチだ。距離を測りやがった。ひねるパンチ、コークスクリュープローカー。心臓がガラキ。完璧なシナリオだ。最悪だ。おっさんの拳は間違いなく砕けた。ハートブレイクショットどころか波のパンチももう打てやしねえ。切り札もさらけだし、それも通用しなかった。もう君には何もない。つえ、ダメなのか。手が届かないのか。口の中に血が溢れてやがる。これは顎の骨が砕けてやがる。おまけに右の拳は付け根から折れた。いよいよもって勝てる条件がなくなっちまった。俺は勝てねえのか。こいつには何かやっても何のために生き延びたんだ。俺には戦う武器がもうねえんだよ。もう俺はエイジ、もういいだろ。お前以外にここまでやれる奴なんざいやしねえ。立ってる意味もわからねえ。勝てねえなら見込みがねえなら洗ってください。あ、はい。私たち最後まで見ているわ、あなたの姿を。まだ十分じゃねえんだな、エイジ。指一本でも動けばこいつは戦うさ。まだやるつもりなのか。これ以上は無意味だ。相手が立っている限り奇跡が起こる可能性があるのだ。エイジ伊達の身に不幸な事故が起きようと。この戦いはあの人が自分を取り戻すためのもの。自分を取り戻したあの人が帰ってくるの。そうだ、できることはそれしかない。応援だ。ほら伊達、信じてるぞ。私はお前がチャンピオンになるのを見に来たんだ。主導権は挑戦者だ。チャンピオンも承知だぜ。右を全く警戒してねえ。右の拳が砕けていることは分かっている。この左にカウンターを合わせて。同時に地鳴りのような大歓声。挑戦者が MM
がここに立っているわけ。戦う意味、その理由。あっちの彼女はいいのかい？ああ、愛子は付き合いできただけだから。わからないわ。やっぱりボクシングは。聞いてくれ、ビッグニュースだ。驚くなよ、世界一の俺の姿を。必ず。この調子じゃこっちのニュースはまだ伝えられませんね。見せたかったんだよ、愛子にかっこいいところをよ。これであることなんだ。無様のままじゃ引っ込めるんだ。骨の砕ける手応えだ。相手はまだ立っているぞ。いられ、貴様の命を。